雪の女王。この先は氷の国、雪の女王が住んでるから危険よ。一度でいいから女王を見てみたいんだ。ダメよ、ここで引き返しましょう。僕だけでも行くんだ、すぐ帰ってくるから。待って。どうしよう、道に迷っちゃった。あ、あなたは。こんな夜中に子供一人で迷子ですか。寒かったでしょう。今暖かくして差し上げます。あれ、急に寒さを感じなくなったぞ。ありがとうございます、女王様。さあ、お城に向かいましょう。カイ、大丈夫。足跡があるからこれを頼りに探しに行くしかないわね。はあ、はあ、降り続く雪で足跡がだんだん消えてしまう。もう帰り道さえもわからないところまで来てしまったわ。もしカイを見つけられずにこのまま寒さで倒れてしまったら、早くカイと一緒に帰りたいのに。あら、トナカイさんがいるわ。やあやお嬢さん、こんな誰もいない夜の寒空の下で何をしてるんだい。まだ明るい時間にお友達のカイと遊んでいたの。だけどカイは雪の女王を一度でいいから見てみたいと言って一人で走って行ってしまったの。早く探さないと心配だわ。それは大変だ、すぐに見つけないと。さあ僕の背中に乗って。ありがとう、優しいトナカイさん。カイ、カイがいたわ。君は誰だい。ケルだよ、忘れてしまったの。ゲルだ、勝手なことをしてごめんなさい。ありがとう、もう二度とゲルダのことを忘れたりなんてしないよ。カイに何があっても何度でも助けに行くわ、ずっと一緒よ。まさか魔法を解くなんて、この感情は感じたことがない何かだわ。これが友を思いやる温かい心。おしまい。